大学を辞して朝日新聞に入ったら会う人が皆驚いた顔をしている。これは40歳の夏目漱石が朝日新聞に寄せた入社の辞、帝大を辞め筆一本で生きていく決意を綴った文章です。49歳で亡くなるまでに10編の長編小説を連載、文学史に大きな足跡を残します。夏目漱石、それから4月1日より106年ぶりに再連載、朝日新聞。